いやー、始まったね、1回目。緊張するね。いや、緊張すんね。なんか、ところで、なんか今日、面白いこととかあった？いやー、ないかな。そっちは。ねえなー。サイレントボンバーヘッドの。装甲性ラジオ。このラジオは僕たちサイレントボンバーヘッドが会社帰りのサラリーマンから宿題に追われる学生さんまでいろんな人に見てもらいたい、そんなゆるっとトークラジオです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、今回はね、まあ、1回目ということで、おおよそのね、僕たちの雰囲気とか感じとか、そういうのをつかんでも、今見てもらえればなって思います。自己紹介だ。あ、そう、自己紹介会。そうなんですね。いやー、まずね、もう最初の「装甲性ラジオ」っていうタイトル決めんのもね、いや、長かったね。いや、長長かっかったた、マジ。ね。まはあ、ず、二人でこう、タイトル出し合おうってそう話をして。そうなんだよ。いろいろ案は出たんだよね。まあ、そこでもちょっとこう、トラブルあって、俺の方がちょっと出すの遅れちゃって。いろ、まあ、例えば、俺の方で出たやつだと、ラジオガガ。まあ、これ レディーガガからもじってるけど、すげえつまんないもじり方してるよね。いや、マジで安直なんよな。そう、トーキングヘッドはもう本当によくわからんけど、とりあえずトーキング入れて、ボンバーヘッドのヘッド入れればいいかな、みたいな。まあ、ヘッドは正義だから。ヘッドは正義なんよな。あと、ラジキング、あれやばいだラろ。ジキ虫ンキグ、ングとかな。もう適当よな。ラジキングフッて頭に湧いたからもう入れといたけど。子供の時にさ、石めちゃくちゃ積みまくってさ、どれだけ高く積めるかっていうゲームを一人でやってたことがあってさ、ほう。そのゲームの名前が石キングだったよね。石キング。なんか、こう、その何、ゲームの名前つけてたら多分小2とかだったから、小2とかと感性が一緒なんよね。虫キング好きだったん？ああ、それもあるかもしんない。虫キングまあまあやってたかも。マジか。キングつけとけばいいみたいなとこあるよな。あ、まあ、キングつけときゃかっこいいみたいなのあるよそれはある。な。あとは、すごく聞いてくれ。波を聞いてくれっ波ていうね、で、は漫い。画の、ちょっとパロディっぽい感じで考えたタイトルだね。まあ、でも、俺波を聞いてくないかれ、な。実は読めてないっていう。俺も読んでないな。そう。無限の住人だっけな。なんか、そんな、その人の前の作品もあるけど、そっちも読めてない。あ、そうなんだ。本当に読め俺ても読なんいでのないわ。に、なんか、ラジオだし、ちょっと関連付けてやっちゃおうかな、ははーみたいな耳感障じ。りいいかなみたいな話でしそょ。う、言えちゃったけどね。エブリホリデーっていうのはあったね。エブリホリデーっていうのは、まあなんか、まあ表面では、まあ、みんなが、俺らのラジオ聞いてるときは、もう休みの時のような感じで聞いてほしい。すげえ、ゆるっと聞いてほしいなっていう意味で、そうだね。まあ、裏の意味は、まあ、俺たちが裏は安。ちょっと言わないでおくん。言っちゃう。言っちゃおう。ああ、大し言って、ちゃうそんか。な、言わないでおこうってほどでもねえし。そうだね。そう、俺たちが休日の時しか撮れねえなって思ったから。そうなんよ。俺たち休日の時にしか暇じゃないからな。あと、このシークレットベースっていうの。これは、これは英もう語安直でやな。安直秘に密基秘地密だね。基地なんだけど、ハルキの方もね、秘密基そう地だね。俺の方 SBH もつっね。てね。いや、つか言うのはずいな、これ。俺の方。秘密基地 SBH ってね。SBH だからね。サイレントボンバーヘッドからもじって。SBH ってつけてたんだけど、ちょっと恥ずかしい。はずいな。で、アイネ・ゲハイム・バージスっていう、ドイツ語でおい、秘ゲ密ハ基イ地っていうバーね。ジス。アイネ・ゲハイム・バージスって。言いづらいからダメっていうことにまずなったよね。まあ、なったね。あと、知らんっていう、みんな。そう、みんな知らんよ。英語で書いたらタイトル割るって。しかもドイツ語っていう。あとは、聖爆刀。これサイレントボンバーヘッド。これ漢な。字にしたらいや、聖爆俺、こ刀。れ一押しだったんよな。いや、意外と押してくれたよな。そう。静いや、かなね、聖爆爆発、刀、いや、頭。響きが結構自分好きで、漢字三ああ。文字だけど。いや、あ、でも、こう、見てくれた人がパッと見分かりづらいかな、みたいな理由でボツになっちゃったんだよね。ああ、そう。あと、サイレントボンバーヘッドの聖爆刀、サイレントボンバーヘッドのサイレントボンバーヘッドって言ってるだけだ確かに、頭痛が痛いみたいな話になっから。ちゃうから。ちょっとね。で、この、装甲性ラジオっていうのがね、3つ
一応3つ出してるよ、うんうん、あの漢字違いもな。走る光に声で走行性っていうのと、まあ、走る交わる性質のせいで走行性で、あとやっと決まったこの走るに走行性、ね、なんちゃらに性、この漢字俺は知らんけど、知らんのになってるのまずいんだよ。知らんのに俺が出した案なんだよな。てかそう、ここまでね全部言ってきたけど、これ全部ねあのケンジの案なんだよね。そうそう、ない、そう、まあ秘密基地 SBH は春樹なんだけど、あ、まあそうだね。いや俺が出したのは、まあ、その半分ぐらいで、なんかもっとキャッチー なんかタイトルがいいかなと思ったから、サイレントボンバーヘッドからもじってボバラジとか、あとその秘密基地 SBH とか、あと秘密結社 SBH とか、そういうのを、あとちょっと寝るまで聞いてってくださいじゃやめろって、すごいローカル番組感見たくなかったのにいや絶対言わないんだろうなって思って言ってやろうって。いや俺言うつもりなかったよ今。いや絶対 言ってやろうって思ってっと夢の前の寄り道、就寝前の寄り道、出した時点で後悔したよな。そう、あと細胞の二人ごつりっていうのは、これはね一人ごちるからね、ちょっともじって言おうかなって、なんか多分いい案なんだろうなと思ったんだけど、俺が一人ごちるを知らなかったっていう、うん、知らなかったね。いや多分、いやそこまでベストヒットな感じでもないんだと思う。あ、そうだね。うん、多分。あとは深夜のちっぽけレジスタンスっていう、まあ、これからレジスタンス、まあ、ちょっと、ね、抵抗って意味だからね。抵抗、ちょっとケンジ気に入ってたよな。ちょっとかっこいいけど、でもレジスタンスの意味わからんなっていう、あんまり。そう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 。で結局、ね、やっぱこう初見のね分かりづらさでボツにしたよな。で結局あのそれで言ったら走行性もわかんないけど、あ、確かに走行性もわかんないけどえでも意味知ればまあみんなあーってなる感じはするかなって。まあ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 、そうね、走行性の説明ね。まあちょっと俺が思いついたけど、ちょっとめんどくさいから春樹説明してくれないか。いや、走行性ってのはなんか光に向かって、まあ、虫みたいなのが集まったりだとか、光から離れていく、そういう、なんだっけ、まあ、性質ですね。性質のことを言うんだけど、出てこないのやばいってまあリスナーを虫どもって呼んでるようなもんだけどね。いや、まあまあまあ走行性の光に集まるじゃなくて、この走行の光が何、声的な意味だから、まあ、うんうんうん、俺たちの声に集まってほしいって意味で走行性ラジオ。で、あのすごい集まってほしいだから。すごい商業的な理由なんだけど、あの走行性ラジオ、もともと字は地、あの地に点々で字だったんだけど、そうだね。あの検索に引っかかりにくいんじゃないかっていうすっげえ商業的な理由で、あの死、ね、に点々に変わった。死に点々にしたね。いや、地に点々でもよかったんだけどね。いや、ほんとな。そう、賢治押してたからね。そう。で、結局、あの、ボバラジにするか、走行性ラジオにするかで、まあ、話し合って、全然決まんなくて、結局、あの、ゴッドフィールドっていうゲームをしたんだけど、あの、俺が、ボロ負けだって、ね。俺が圧勝しちゃってね。いや、マジで、いや、あれは俺悪くないって。俺、HP79 だったから。そう、なんだっけ、ゴッドフィールドって HP、 相手の HP をいろんな自分の手札を使って削り切ったら勝ちなんだけど、その手札がランダム攻めがめっちゃ高くて、その HP が全然削れないカードが出てきたりだとか、そういうクソカードも結構入ってるから。いや、そうなんだ、運ゲーなんだね、半分は。そう、運ゲーなんよ、運ゲーめちゃくちゃ負けちゃって。で、いや、マジ悔しかったな、あれ。走行性にしたいって気持ちが多分ね、俺の方が強かったから。そうだね、ベイブレードみたいな確かに思い届いた。遊戯王かなんかもそんなんだよ、確かに。そうだね、思いで勝つみたいな。なんだっけな、なんとか偉人バトルっていう漫画も、何それです、なんか2巻で完結しちゃったマガジンで連載してた漫画、すげえ多分ほとんどの人知らないような漫画なんだけど、うん、知らないね。それ遊戯王みたいになるのかなっていう期待はちょっとだけあったんだけど、うんうんうん、あの結局そのめちゃくちゃ気持ちで勝つみたいな部分が強すぎて、うんうん、あ、これちょっとゲームとしてない、頭脳戦として全然よくできてねえやってことで多分打ち切りになったんだろうね。あ、そうなんだ。まあまあまあ、その話はいいや。そっか。まあまあ、でもなんか、その何、
主人公の気持ちの強さとかによって強さが強くなったり弱くなったりっていうのあるよな。どの漫画とかで。いやまあまああれはでもガッシュとかだったら結構熱くなってる。ああそうだね。ああそうガッシュと気持ちがねキーだからね。ガッシュといえばね、そのツイートを俺たちしたよね。そうだねツイートみんな知んないと思うけど、ね、その聞いてくれてる人知らないと思うけど、あのう俺たちツイッターがありますんですよね。その公式ツイッターよりあの個人個人の方がツイッター頑張ってるっていう。もういや公式の方は何をつぶやいていいか分かんなくて本当に分かんなくて。そうそうそう。いやお互いに自分の好きな漫画とりあえず10個あげようぜとりあえずあのあげたんだよ、ね、なんだっけスラッシュみたいなあのつけときゃなんか誰かしら来るでしょみたいな思ってタグね。そうトレシャープなタグそう なんていうのか分かんないけどあれつけときゃ誰かしら見てくれるでしょっつって出したんだけどね、あの、うん、結局一個もいいねつかないっていう。いや俺はついたぜ。そうだちなみについたんだ。はるかついたんや。差ついてるからお前とここで。いやまあでも俺も今日ツイートしたね梅津和夫大美術って行ってきたっていうのはそっかそっかチーム内格差埋まったんだそこで。そうそこでねあやった俺の方にもついにいいねがついたって思っいや埋まらなかった差が一日を経ていや追いついたね追いついたね。いや追い越されないように頑張らないと。ここでそう梅津和夫大美術展一人で行ってきたんだけど、そのなんだっけあの撮影 OK の場所のが動画を撮ったんだけど、うん、YouTube に上げていいのかっていうのはちょっと気になってる。あ軽く上げてもいいのかなって思って。どうなんだろう。梅津和夫の何経歴みたいのがあってそれをずらーって動画で撮ってで流してみてなんかそれについて語るっていうのも、まあ、まあ俺たちほとんど梅津和夫知らないっていうのがあるからあんまりできない企画ではあるけどまあ、うん、やってもいいのかなか、まあ、流さずに要所要所ポンって置いてそれをあそう、ね、話していくって方がいいと思うかな、まあ、なんか全部出しちゃうとお縄になる気がしなくもない。そうでも撮影 OK って書いてあったんだね。どうなんだろう。あそうなんだ。いや撮影 OK あのあくまで個人的な利用に限るみたいなそういうあれの方が多いと思うから俺もかなと思った。そういやそう、そうそうそう俺たち漫画が好きだからさ好きな漫画10個あげると人柄がバレるっていうタグつけてやっ、はいはい、戻ったね。あまあ戻いやなんかそれ無理やり線路をガッチャンコさせたね。いやそれについて俺語りたすぎてさはいはい、はい、あのここ今回のやつだとまあ大体20分ぐらいの動画しようかなと思ってるから多分語りきれなくなってダメなんだけど、うんうんうんだね、まあ少しでも語りたいっていうのがあるから、ね、いいよ。俺はじゃあちょっと今回はやめとこうかな。いやなんかあまあいいよじゃあ俺のだけ語ろうかなんかまあじゃあ俺もなんか好きなの3つぐらいだけなんとなく今語れるやつピックアップしようかな。オッケーオッケーいいよ。このそうだなこの生徒会役員どもっていう漫画おーこれ語れると長くなっちゃうな、はいはい、まあまあすげー完結したね。今回はあのあそう完結したんですよ最近。いや、しね、悲しいようなでもねオチね実はねあんまオチ大したことあんまおもろくなかったんで正直あ言わないけどね個人的に好きじゃなかったんだ。いや違うんだよ想像ついてたんですよ俺このね氏家都膳って人なのかな確か、はいはいはい作者がこの人のめちゃくちゃいろんな作品まあいろんなっつってもまあ何個かしか出てないんだけど読み漁っててこの生徒会役員どものオチとほとんど同じオチの漫画がねあって1個それか何個もあるの。いや1個かな。ああ1個なんだ。1個あの家庭教師女家庭教師なんとか愛みたいな濱家愛かなみたいな漫画のラスト最終回が結構生徒会役員のこと似てて、あ、そうなんだ。これまあまあまあ内容は普通だ。なんとなくこれになるんじゃないかなみたいなちょっとね感じてて、いやちょっとまあ当たっちゃったのはちょっとショックだったなって感じはするんだけど、なるほどね。でも生徒会役員のもってあの俺の何人生のバイブルっつうか一個の分岐点を決めた漫画ではあるんだよ。あ、そうだっけ。悪い方に決められたね。ああ、そっか。それなら聞いたな。狂わされたんですよね。この漫画のせいで汚れを知った。そう。そうだね。まあまあ早い段階で知れちゃうからね、漫画っていう文化に触れたら。特に
深く知っちゃったせいで周りにドン引きされてね、もうねモテることなどなく人生過ごしてきたわけですから、それでここまで来てな、こんなこと初めてな、いよいよおしまいかもしれない。あと語るとしたらデビルマンとかめっちゃ語りたいけど、俺よりファンがいて、多分俺よりもっとよく詳しく知ってるファンがいて、俺みたいな軽いファンだと多分ね、ペペだとそう多分、ね、叩かれて終わっちゃう気がするから、ちょあえて今回怖いから触れないわ。で他に、あ、人生の分岐点変えたといえばやっぱこの8月の光、ひな、その他の短編集、まあ、これあの8月の光だけを好きな漫画にあげたんだけど、うん、まあちょっと時間がちょっと押してるから、まあ、すげえ簡単に話すと、うん、あの8月の光って漫画がラグビー漫画なんだけど、うん、そのラグビー漫画めちゃくちゃ好きで、この8月の光っていうラグビー漫画が、うん、あのオールアウトって漫画あるけど、それはまあ読んだけど、まあまあまあって感じで、まあ、8月の光が本当に好きすぎて、なんか知らんけどすごい心が熱くなって、であの高校あのラグビー部入ったっていう、っていうか、あ、そうだね、高校ラグビー部がある高校に入ったぐらいまで、うん、そうだね、選ぶところから、そうなんか特に作品に学力毒されたって言うていいのか、いや毒されたっつうか、これにはもう魅了されたって言うんだよ。おお、なるほどね。俺これ結構いい方向だと思うんだけど、自分の中でな。そう、いやあの本当に特に学力もなんかどこがいいんだろうって感じだったから、あ、じゃあラグビーで決めちゃおうって思ってまああの8月の光が本当に、まあ、好きって話だね。あと1個何しよっかな、あと1個語りたいけど、ね、春樹の方をちょっとなんか1個語ってよ。あ、俺の方、そうなんか俺ばっか語ってもあれだし、春樹の方も見てもらいたいし、自分のツイートを見て、見なくても分かるけどねやっぱ1個、まあでもこれから多分詳しく紹介したりとかしたいのばっかりだから、まあでもガッシュ、ハルキの大好きなガッシュはちょっと長くなりすぎちゃうから、ガッシュ以外にしてほしいかな。いやマジでガッシュはね本当にいい作品なのよ。長くなる長くなる長くなる、いやいやいや、今回はちょっとこれぐらい勘弁してください。いやー分かった、うん、え、言っていい、もう、え、いいよ、じゃあ一個だけ、いいよ、じゃあ何にしようかな、じゃあ簡単にリンカーネーションの壁っていう漫画がありまして、いいね、いいセンスや。リンカーネーションの壁は何だろう、アクションバトル漫画なんだけど、うんうん、なんか主人公が、まあ、ある悩みを抱えてて、おう、ある悩みっていうかコンプレックスを持ってて、まあ、そのコンプレックスをきっかけにしていろいろな戦いとかいろいろな事件に巻き込まれていくんだけど、うん、この リインカーネーションの壁に出てくる偉人っていうのがいて、おう、まあ、そのタイトルにもあるようにそのリインカーネーションの壁に花弁っていうのを使うことによって偉人っていう人たちが、その例えばアインシュタインとかいるじゃん、ノーベルとか、今実際にいるね、まあ、昔の偉人だね、そう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 、まあ、実際の偉人たちを模した人たちが出てきて、まあ、その人たちがいろいろわちゃわちゃするよっていう、まあ、誰が何の能力を持ってるかとかは言わないんだけど、まあ、絵がめちゃくちゃかっこいいっていうのとストーリーも面白いっていうので、うんうん、俺読んじゃってるな、結構バトル漫画の中がすごい好きな部類かな。そうだね、リンカーネーションの仮面のリンカーネーションっていうのもね、輪廻転生って意味でね、うんうんうん、そう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 、でその偉人たちの自分主人公とかそのもともと持ってた前世の偉人を引き出して、うんうん、仮面によって引き出してそれで戦っていく漫画なんだ。そう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 、やっぱ、まあ、だから結局仮面使うところからは運ゲーだったりはするんだけど、まあ、そこに至るまでの人間としての葛藤とかそういうのも見れて、うん、結構面白い、知ってる人だけに話す話になっちゃうんだけど、俺、うん、チカチーロが個人的に好きでいやマジでチカチーロの表紙裏に出てくる、うん、話がすごい好きなのよ。みんなもちょっと読んでみてほしいなって思うな。いいね、そうなんだっけな、こんな感じかな。あれ今話そうとしてたこと全く飛んでったな飛んだ、やべえ、なんだっけ、まあまあまあちょっと長くなっちゃうから思い出して尺取んのもあれだから、そうだね、今回は無視していくわ。うん、はあ、だいぶ結構もうね本当に20分予定してたんだけど、もう20分なりそうなんだほんまや、ちょっとじゃあコーナーの募集をしたいっていう、
そうだね、今俺たち人を見てくれてる人が少ないので、そうまだできないんだけど、始められないんだけど、あの見てくれてる人がいたらそのコーナー募集したいからさ、そうね、そうそうそう、始まった時のために、始めるためにコーナーの募集を、コーナーでも今のところあれだよね、受け入れるところないんだけど、ね、あ、まあ、DM ぐらいしか、とりあえずあの YouTube のコメント欄とかでもありかな、そうだね、はいはい、え、このコーナーの募集っていうのはお題を募集するの、うんうん、それともあの、うん、はるきとかがお題出すからそれについての返信を募集したいわけ、ね、人が集まってきたら、うん、あのお題を出してそれに返信してもらうって形を取りたいけど、まあ、うん、最初のうちはコーナーをみんなにこんなコーナーやったらいいんじゃないとか、あんだしみたいな感じ、あ、俺たちの仲間になってくれるやつを探してる、あ、いいね、こうやって仲間とか言うとあのそのいい感じの人がね、なんか結構固いファンがついてくれて、なんか商業的にうまくいくかもしれない商業的な狙いだった、まあまあでも趣味で始めたラジオだから、まあ、お金のことは二の次で、うんうん、まあ、お金で解散とかはないようにしたいね、そうだね、いやそれはないだろ、まあ、まずないか、趣味で続けるようなラジオ、いやとりあえず今回言いたい話は全部できたか、うん、そうだね、そろそろ時間かな、走行性ラジオ、終了のお時間となりました、ということなんですが、これから1週間ですね、毎日1分間 の、うん、あのショート動画、漫画についてのショート動画を上げていければなと思ってるので、あ、ケンジとハルキ交互に1本ずつ上げていければなと思ってるんで、交互になるかよろしくお願いします。ハルキのその編集が遅すぎて、まあ、俺の方はもう3本完成してるから、ね、やめろって言うなハルキ4本、いや俺もね終わってるよ、俺も4本、いや2本ぐらい終わってるから、あ、終わってんの本当に、いや終わってる終わってる終わってる、あ、そう終わってるかな、あ、じゃあ、うん、あのこの予定通り4本ハルキで、あ、やば、俺3本でやばいかもしんないな、うん、まあ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 ということなんでね、まあということなんで、よろしくお願いします。こっちはもう1分動画終わってるんで、そっちお願いしますね、はい、終わりかよし、チャンネル登録よろしくお願いします、ね、よろしくお願いします。あとツイッターも、そうだね、リンクの貼り方、いや大丈夫大丈夫、そこは大丈夫、あのそっちで貼ってくれれば、うん、あ、じゃあ、ツイッターのフォロー、チャンネル登録、高評価、あとなんか俺たちに利益が出る他の行動、いろいろよろしくお願いします。お願いします。じゃあね。じゃあ、それじゃね。バイバイ。